サイエンスのさまざまな研究の場で数多い女性研究者が活躍しているが、この分野はつい半世紀ほど前まで女性には固く門を閉ざしていた。栄養科学者の丹下梅は60代になって大輪の花を咲かせた稀な女性科学者である。丹下梅は明治6年1873年、鹿児島城下で生まれた。西郷隆盛が清官論に敗れて下野した年である。丹下家は学問で島津藩に仕えた家だが、維新後奄美のサトウキビ栽培などで財を成し、港に近い目抜き通りに豪邸を構えていた。梅3歳の夏、ままごと遊びの竹箸を握ったまま神輿を追いかけて転び、右の目を失明した。梅には花子という勉強のできる師範学校生の姉がいた。13歳の春、姉を追って入学すると頭角を現し首席で卒業。18歳で教職に就き、10年間の教員生活を送る。その間、丹下家の事業は急速に傾き、家屋敷も人手に渡っていた。目が不自由な梅の行く末を案じる母は、好きな学問で身を立てさせてやりたいと思っているが、女性が学者になれる時代ではない。諦めきれない母は遠縁にあたる前田正奈に相談した。保井の能商と名声の高い前田は、母の願いを在京の友人に伝えてくれた。その友人、長州出身の成瀬仁蔵は、女子の高等教育を志して政財界を説得。東京目白台に日本女子大学校を創立したところであった。成瀬は丹下の家の経済事情を汲み、学寮の舎監を兼務で受け入れてくれた。梅は28歳で上京し、家政科の第1回生になった。明治37年、優等の成績で卒業。学校の実業部に勤めた後、科学教室の助手になった。講師の永井長義は科学界の重鎮である。明治新政府の第1回留学生としてベルリン大学で学び、ドクトルの学位を得て結婚。日本の薬学の草分けとなる傍ら、成瀬の女子大学設立に協力。自ら設計した科学館で女子の科学教育に力を注ぐ。梅は5人の助手の一人に選ばれ、直接永井の感化を受けた。梅の生涯を貫く厳格な研究態度は永井に学んだものである。年号が大正に変わり、女人禁制の帝国大学に異変が起こった。東北帝大に理学部が新設されると、沢柳、真島ら
ヨーロッパ帰りの学者が前例を破って女子の入学を認めたのである。梅は永井の推薦で科学科に入り、女子帝大生の第1号になった。すでに41歳。親子ほど年下の学生の中には嫌う者もいたが、成績一番の特待生では文句も言えない。大学院を経て助手になったが、栄養学をやりたいと50に手が届く年で留学を決意。恩人前田の尽力で文部省の嘱託としてアメリカに渡った。そして科学研究では全米一とされていたジョンズ・ホプキンズ大学に入り、病理学者マッカラム教授のもとで奨学金を与えられビタミンの研究に取り組む。数多い日本人留学生の中でなぜ破格の扱いを受けることができたのだろうか。それを裏付ける一枚の文書がアーカイブスのパンゲファイルに残されていた。東北帝国大学の、指導教官が真島理工先生という、有機化学の教授でいらっしゃいました。でその先生がマッカラム先生に丹下梅先生を紹介する紹介状を書いておられるんですね。でそれをジョンズ・ホプキンズ大学でコピーをしてまいりましたんですけど、それによりますと東北帝国大学で取られた授業なども全部真島先生が手書きで書いて、オーガニックケミストリーとかインオーガニックケミストリーとか、それをですね手書きで書いて、それを教えた教授は誰だというお名前まで書いた手紙とその推薦状が一緒になったもの、これがジョンズ・ホプキンズ大学で見つかりましたんですね。非常にその栄養学の面からビタミン類の研究が盛んでした。でその中でビタミン D はそのくる病と関係があるということは言われておりましたね。で先生はそのコレステロールがそのビタミン D とまた密接な関係を持っているというふうな情報を得て、そしてそのコレステロールほか3種類のステロール類というものを天然物から抽出しようというふうなことを企てられたわけなんですね。それで、抽出しますときにもそんなに収量は、つまりたくさんの原料を使いましてもあまりたくさん取れません。そこでどうしたらば天然からたくさん得ることができるかということを考えるためには、まずステロールを他の化合物に変えておいて、でそれをうまく天然物から抽出して、で抽出したものをさらに今度分解することによって元のステロールに戻すというですね、そんなふうなステロール類を天然物から単離する、分離する方法ですけど、そういう方法を開発されたと。この研究によりドクター・オブ・フィロソフィーの学位を受けた。すでに54歳、家庭婦人なら主婦の座を嫁に譲り隠居している年代である。8年ぶりに帰国すると母校日本女子大の教授として教壇に立つ。同時に理化学研究所の嘱託になり、ビタミンの発見者鈴木梅太郎の研究室でビタミン B2 複合体などの研究に取り組む。それらの栄養素を抽出してマウスに与え、栄養阻害や改善の効果を栄養学と病理学の両面から明らかにした。その研究に関わる26編の論文は57歳から70歳までの13年間に発表されたものである。理研で研究を始めて10年、東京帝大から農学博士の学位を受けた。
鈴木梅研究室というのは大変なその時盛んな研究室でございまして、素晴らしい先生方をいっぱい用意しておられまして、多分1週間に1つぐらい新しいビタミンを発見するというような、もうものすごい時代でございました。鈴木は実力のある女性に支援を惜しまず、2人の農学博士を筆頭に多くの女性研究者を擁していた。理研は6月と12月に発表会があります。発表会の前日ぐらいまであたふたみんなバタ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 なんですけど、先生は確実に1週間前にはちゃんと梅太郎先生に原稿もご覧いただいていて、で全部できて、今と違って図表も書くんですね、自分たちで。それももうきっちりとできて、悠々とあと1週間だねってこういうふうにおっしゃるぐらい、もう事前に完璧になさる。やってる働いてる時間っていうのはものすごい厳しいんです。それで時間がこう参りますと、なっていうのね、な昼に行きましょうはいとか、なんとかこう特別の鹿児島弁で呼びかけてくださって、それで一緒に手を取ってこう行くんですけども、昨日な花子お姉様からお便りが届いてなとか言って、いろいろその鹿児島のその当時のことをお話しいただいて。たった一人の肉親として妹を見守ってきた花子は、終戦間際鹿児島で空襲に遭う。頭に傷を負った花子は農家の町をさまよった挙句、収容された救護所で梅子さんと妹の名を呼びながら息絶えたという。梅は天涯孤独になり、故郷との縁も切れてしまった。昭和24年、76歳で理研を離れ、78歳で日本女子大を退職。別れの句で、閑古鳥、呼べば応えるものながらと研究への未練をにじませた。先生お寂しいんじゃないかなっていうようなことを思ったことでございますけれども、それだけにそれを貫き通した心の強さっていうのは並大抵のものじゃないというようなことを丹下先生とご一緒させていただいて、学問以外に先生の生き様について私は学ばせていただきました。梅は女性として学問で生きるには少しだけ早く生まれすぎた。それゆえに年齢のハンデを背負い続け、道なき道を踏み分けたのである。